はい、皆さんこんにちは。ドイツ在住のジャーナリスト村上です。よろしくお願いします。今回ですね、ドイツのエネルギーシフトの進捗状況という形のウェビナーですね、の第2回という形でですね、進めていきたいと思います。前回はですね、最初どんな形でドイツの再エネっていうのを検索したりすることができるのっていうような概要であるとか、あとはですね、著作権の話ですね。それをした上で、次にですね、この電力の方についてお話をしてきました。一般的にですね、快進撃というふうに言えるとは思うんですけど、全体のですね、ドイツ国内での電力消費量において、全体の 42.1% ものですね、割合を再生可能エネルギーが賄うようになってますよという話と、陸上風力、洋上風力で、全体の再生可能エネルギー発電量の半分。さらに2割がですね、太陽光発電ということで、7割を占めるですね、現状のですね、再生可能エネルギーの割合なんですが、今後もですね、増加する傾向にあるところというのは、この太陽光発電、風力発電だけでですね、残りはですね、損プリオといったらいいですかね、資源量自体がですね、限定されておりますから、今後もどんどん増えるような状況ではありませんという話もしてきました。それでですね、具体的に太陽光の話、風力の話ですね、どんな背景で、制限がかかったりですね、あるいは推進されたり、あるいは太陽光の場合、この3年間ですね、バブルになっちゃったりみたいな話をですね、歴史的な点を振り返って、現状のですね、再エネの設備量が今ですね、124ギガワットですね、設置されてますというような話をですね、続けてきたわけです。これ過去のですね、10年間の経緯を見ていただくと、こちらの方も、明確にわかると思うんですけど、これ緑色のところはバイオマスですよね。これも頭打ちです。水力発電も頭打ちの状況が、これ10年と言わずですね、20年間、30年間続けられてきているような状況なんですけど、増加傾向にあるのはですね、オレンジ色の太陽光発電。それからですね、洋上風力が今一気に増えてますよ。同時に陸上風力もどんどん頑張ってくれてますよというところで、陸上風力、洋上風力、それから太陽光発電ですね。この3本立てで、電力をですね、賄っていかなきゃいけないというのが、ドイツにおいてのですね、エネルギーシフトの、重要なポイントかなというふうに思います。これ3つともですね、洋上であれ、陸上であれ、太陽光であれですね、3つとも基本的には変動性再エネというふうに、VRE と言ったらいいんですかね。お電気任せの、発電方法になりますから、これまでのですね、バイオマスとか水力とかの、安定的に、電力が必要な時に夜間であってもですね、風が吹かない時であっても、太陽光が出れない時であっても、発電し続けてたようなですね、安定的な発電源自体は、頭打ちになってまして、変動性の、天気によってですね、変異差が大きいですね、発電源で、今後のドイツのですね、エネルギーシフトを推進していかなきゃいけないですよというのが、お分かりになるのかなというふうに思います。で、今回ですね、熱の話と交通の話というのをメインにしていこうというふうに思うんですけど、前回から続くですね、ドイツ連邦環境庁ですよね、こちらの方、ウンベルト・ブンデスアムトというふうに言われているところが、2020年の3月にですね、発表しました、パンフレット、エアノイアバーレナギーン・イン・ドイツランド、スパイターゼン・ノインゼンというようなですね、パンフレットの中のですね、11ページのところからですね、話を、進めていければなというふうに思っています。で、こちらの方もですね、電力の方と全く同じようなグラフの書き方がされています。左軸にあるのがですね、熱の方において、最終エネルギー消費量における、どのぐらいのキロワットアワー、10億キロワットアワーなんで、テラワットアワーになるんですけど、テラワットアワーが、熱によって、再生可能な熱資源としてですね、エネルギー資源として発熱され、消費されているのかというのを表している形になります。で、ここでやっぱり注意しなきゃいけないのが、
発熱してるにもかかわらず、使われてなくてロスになっちゃってる熱もたくさんあるわけですよね。ですから、この統計の取り方としては、エンドエナギーという形で、最終エネルギー消費というところのですね、総量の方で、集計をしてますので、再生可能エネルギー資源を使ってですね、発熱をするんですけど、その発熱量をグロスでここでは数えてるわけではなくて、実際にメーターで、熱が使われているところのですね、量を、累計して積み上げていっているというような理解であるといいのかなというふうに思います。で、このグラフですね、1990年代あるいは95年と比べてですね、まあ、2000年になるとですね、これ倍増しているのがお分かりだと思いますし、そこからですね、さらに2010年までかけてですね、3倍に伸びているのが、お分かりになるのかと思います。ただし、その3倍に伸びた後ですね、2010年以降はずっとこう頭打ちになっているような状況で、まあ、この発熱量自体がですね、熱消費におけるですね、再生可能エネルギー資源の投入量自体がですね、まあ、そろそろ、頭打ちで限界に来ているのかなというのがお分かりになるのかなというふうには思っています。で、こちら側の右軸の方ですね、こちらもパーセント表示で、0からですね、100% というような形になってるんですけど、こちらの方も、熱消費としてドイツの中でですね、まあ、主には建物なんですけど、これ産業も含めてます。産業の工程熱ですね、それから冷蔵、冷凍とかのそういった冷熱、および建物における暖房と給湯ですね、あるいは厨房での調理、そういった熱消費をすべて、合算したものというのが、分母になってですね、熱消費量っていうのが社会の中でどのぐらいあって、そのうち再生可能エネルギーで熱消費されたものがどれぐらいあるという分母と分子をですね、比較してパーセントを出したものという形になってまして、こちらの割合がですね、10% から20% の間、真ん中辺ちょうどぐらいをですね、ずっと横ばいしているのが分かりだと思うんですけど、2012年にですね、14% になった以降、ずっとですね、14% ぐらいを続けてきているという形になります。で、これ、分母の方はですね、暖冬の年、それから寒さが厳しかった年に応じてですね、熱の消費量っていうのは、電力以上にですね、こう、上げ下げがですね、激しかったりしますので、ドイツの場合ですね、建物全館暖房でやってますから、そういった理由からもですね、まあ、この発熱量自体の上下というのと、パーセントというのの両方ですね、数字を見ていかないと、よくわからない実態になるのかなというふうには思います。で、じゃあどんな形でですね、再生可能エネルギー資源の熱が得られているのかというふうに、言うとですね、この濃い緑色ありますよね。圧倒的なんですけど、濃い緑色の部分というのが、書いてあるのが固体バイマスというようなところになっています。じゃあこの場合の固体バイマスは何かというと、もうもろ木質なんですよね。ですから木質のチップであるか、それかそのまま薪であるか、あるいはペレットであるかですね。この3つの種類で、まあ、この濃い緑色のところは大部分がですね、賄われているというふうに考えていただければですね、良いのかなというふうに思います。伝統的にはですね、まあ、全体の熱消費のうちの 2% とかそのぐらいの割合については、ほぼほぼですね、固体のバイオマスだけでですね、いわゆる薪ストーブとか薪ボイラーですね、そういったもので、行われてきたんでしょうが、それに加えてですね、チップボイラーとかチップの給湯器とかですね、そういったものも、出てくるようになり、さらにペレットですね、工業生産した、全自動型で運転ができるですね、ペレット型のものも出てきてというような形で、固体のバイオマスの発熱量というのがこれだけありますよというのがポイントかなというふうに。で、それから、その上のですね、黄緑になるんですかね。この黄緑のところはですね、液体燃料としてのバイオマスになります。ですから、まあ、往々にしてですね、ここで用いられているのは、バイオディーゼルですよね。植物油からディーゼル油を作ってるような形のですね、油になるんではないかなというふうに思うんですけど、とりわけここではですね、注意書きのところでも書いてありますように、農業とか林業でですね、使われている部分が多いようです。一般的にはですね、普通の家庭でバイオ燃料を使って、そのまま暖房に使って何か炊くかっていうと、
まあそういう形での流通はしておりませんので、ほとんどが農業か林業家さんがですね、何らかの形で、税制的な優遇措置とかもありますので、バイオ燃料を使っている部分が、多いのかな。ボイラーとかそういったものについてですね、熱利用としてあるのかなというふうに思います。で、それからここのですね、薄緑と言ったらいいんですかね、割合がまた比較的多くなっている部分というのは、バイオガスというふうに言われているもので、バイオガスの方は、結構の割合ですね、発熱として、熱消費として使われているんですけど、これ、電力の方とも非常に密接に関係があってですね、電力の方で基本的にバイオガスを、何年期間に投入すると、2割から3割ぐらいの間でですね、電気が得られますよね。で、その電源が得られた電気の部分についてはですね、何キロワットアワーということで、グロスでですね、電気の方にカウントされてたんですけど、往々にしてですね、まあ大多数とは言わないんですけど、全体としてみるとですね、2割なのか3割なのかわからないんですけど、往々にして多くの場合が、バイオガスのその内燃期間を回したことによってですね、排ガス及び、まあ摩擦熱で出てくるですね、エンジンからの排熱という形で熱を取り出して、その熱を、まあバイオガスの発酵槽にもですね、利用してるでしょうし、近隣の農家さん、あるいは、農家さんのところからですね、配管を伸ばして、近隣のですね、住宅地域において、建物の、暖房とかですね、あるいは一部分では、温水プールとかですね、そういったようなところ、公共向けのところとかでもですね、バイオガスの発熱というのが使われてますので、どちらかというと、こう、ガス、バイオガスをわざわざ持ってきてですね、どこかに。で、それを、まあ、ガスの形で、一般的な給湯ボイラーとかですね、暖房のボイラーにですね、炊くというよりは、コージェネという使い方でですね、発電したものと熱利用したものと、両方ある場合には、この熱利用したものが、この薄緑のところにですね、積み上げられているというような理解をしてもらうと分かりやすいかな、というふうに。それからもう一つがですね、このオレンジ色の部分というのは、まあ、太陽熱ですね、ということで、まあ、なんて言ったらいいですかね、太陽熱温水器って日本では、一般的に言うと思うんですけど、コレクターをですね、屋根の上等に設置しまして、そのコレクターに、不等液を回してですね、その不等液を、地下にあるタンクに回すことによって、ポンプで回して、熱交換器でですね、地下のタンクにですね、熱を溜めておくというような、形のですね、太陽熱温水器が一般的に、出回ってまして、まあ、その量がですね、このぐらいのバリアありますよというのが、示されているのが、お分かりかと思います。で、ドイツでは基本的に新しい建物を新築する場合にはですね、省エネ政令という省エネの基準があって、そのところで示されているですね、燃費規制、要は省エネ具合で暖房と給湯のですね、熱エネルギー量を何本以下に減らさなきゃいけないよっていうような形の、最低基準っていうのが示されてるんですけど、その最低基準ギリギリでもしその建築をする場合であったら、そこの熱消費に対して、だいたい 15% ぐらいはですね、再生可能な熱をですね、得る必要があるというふうに、その省エネ政令、建物の新築する場合においては言われてますので、その省令をですね、政令をクリアする場合に、多くの建物では、太陽熱温水器がですね、一般のガス給湯ボイラーで追い炊きはするんですけど、同時に太陽熱温水器で、夏場ですね、ガスの炊き出しをするというようなハイブリッドでのですね、利用の仕方というのが一般的に普及してますから、そういった形で行う場合が多いのかなと思います。ただし、そうは言ってもこれ急増してない様子がわかりますよね。横ばいの状況がずっと続いているのがわかりますよね。要は、太陽熱温水器をわざわざ設置して、ハイブリッド式のですね、ガスボイラーと太陽熱温水器というような形で、急増設備を作るよりも、再生可能、省エネ政令で決められた建物の最低燃費基準よりも 15% 暖房エネルギーの負荷を下げた、より省エネ性能の高い建物を建てるとですね、基本的にはこの再生可能エネルギーの熱を使わなきゃいけないというのは免除になるんですよね、法律的に。ですから、新しいところではですね、今建築基準というのは非常に、建築技術というのは非常に進んでますから、いつも、最低限の国で決められているミニマムスタンダードというものよりも、余分にですね、断熱材を入れるとか、あるいはそれよりも
国の基準で示されているものよりも性能の高いですね、トリプルとかそういったですね、窓ガラスをはめるとかすることによって、まあ、太陽熱温水器をですね、わざわざ取り付けるということを選択しない建物は、まあ、相当あるというのがですね、こちらの方のグラフからもですね、お分かりになるかと思います。西新井で言ったらですね、昔と比べても随分増えてるわけなので、設置量自体が順調にですね、太陽熱温水器増えていればですね、基本的にこれ、もっと増えてるはずなんで、これがそれほど増えてなくて横ばいが続いてるというような状況ではですね、太陽熱温水器の市場自体も、まあ、新築においてもですね、あるいは改修においても頭打ちになってるのかなというのが、お分かりになると思います。だから推進された時期はですね、この2000年からですね、ずっとこう一貫して増えてまして、2010年ぐらい、あるいは2012年ぐらいまではですね、太陽熱温水器というのは、まあ、再生可能エネルギー熱放というふうに言われる、建物の新築の際、あるいは改修の際にですね、設備の入れ替えの際にですね、再エネっていうのを導入しなきゃいけないという形で、制度が行われてきましたから、それによって支えられてきたんでしょうけど、その割合がですね、頭打ちになっている現状がお分かりになるかと思います。一方で、一番上の部分になりますけど、こちらのところがですね、何色って言ったらいいのかな、これ赤色とはちょっと違うんですけど、朱色みたいな形のですね、色が、本当に少ししかなかったものがですね、どんどん時間を経つごとに増えていって、今もまだ増加している最中だというふうにしてお分かりになるかと思いますけど、こちらの方ですね、何の熱かというと、再生可能エネルギーの熱の中で、言われるところの地熱と、それから環境熱というふうに言われてまして、これ両方ともですね、一般的にはヒートポンプというものの技術を用いてですね、獲得している発熱量という形になってます。で、こちらの方のですね、積み上げの、計算の根拠みたいなところって、ヒートポンプって基本的に電気なんですよね。ほとんどの大多数が。一部ガスのヒートポンプもありますけど、それほどガスのヒートポンプって社会的に普及しているわけではないですから、まあ一般的には電気というふうに考えていただいていいと思うんですが、ドイツの場合ですね、外気が非常に低いのと、室外機をですね、騒音の問題からなかなか起きにくいという、起きづらいというような、理由もありまして、それで、昔はですね、ずっとヒートポンプの性能がそれほど高くなかった場合の、まあ、2010年とか12年とかそのぐらいまでのこの普及の割合ですね、こちらの方の大多数については、このヒートポンプ使った、環境熱、地熱というふうに言った場合に、地熱の方をですね、熱源として利用してたと思います。ですので、庭の下とかですね、建物の地下に、まあ、100メートル以下のですね、ボーリングをしまして、そのボーリングの中にですね、チューブを通して、そのチューブの中に不凍液を回すような形でですね、液体を組み上げて、その液体の、地熱の温度でですね、ヒートポンプで上乗せして、暖房とか給湯に、熱利用してやるというような形で使われてきましたが、ここ最近はですね、ドイツにおいても、まあ、ヒートポンプの性能が上がったというのと、都市計画的に当初から騒音の問題にならないような形式で室外機をですね、設置するというような、建築様式というのも増えてきてますので、空気式のですね、ヒートポンプですよね。日本でも一般的な、いわゆるエアコンとかエコ給湯というふうに言ったらいいと思うんですけど、そういったような形の、空気式のヒートポンプがですね、まあ、普及を続けてまして、地熱および空気式のヒートポンプにおいてですね、得られている熱の量はこのようにですね、どんどん増加している傾向にあるというのが、一点ですね、熱の方のポイントになるのかなというふうに思います。で、こちらの方ですね、ヒートポンプって基本的に、1のですね、電力を投入すると、3とかですね、4とかの熱が得られるというような形なんで、本来はその電気の方の投入も差し引いた形でここにカウントしないとまずいんじゃないかとは思うんですけど、電気の方の統計はあくまで電気の部門として、電力の消費量の分母の方に組み入れられているというようなところから、ここでの表示はですね、ネットの表示ではなくて、グロスの基本的にヒートポンプから得られた熱、発熱量がなんぼあって、それが暖房とか給湯に使われましたよというような形でですね、表示がされてますので、
これですね、実際はこのオレンジ色の、オレンジっていうか赤色のですね、あの表示のうちの3分の1ぐらいはですね、あの大体、電気なりガスなりでですね、投入して残りの3分の2をですね、得たあの発熱量の割合というふうに理解していただければいいのかなというふうに思ってます。で、ドイツの政策として非常に重要なんですけど、これ見てもらえば熱の分野ってもう頭打ちだっていうのがお分かりだと思うんですよね。これ固体のバイオマスがですね、あのそんなにこれ以上ドイツでは木質ってもう育たないですから、木材の利用ですよね。で、同時に木材としてのあの建材とかそういったもののマテリアルの利用以外で端材とかそういったものをバイオマス利用してきたんですけど、あの基本的に端材とかそういったものをですね、利用できるあの利用可能量というのはあのもう 100% になってますので、これ以上ですね、この建物の性能でこちらの熱消費の分母をですね、あのどんどん圧縮していきましょうという対策は、毎年毎年継続的に行われてはいるんですけど、省エネ改修とか新築のまあゼロエネルギー化とかですね、そういったものによって、ただし社会で一気にですね、暖房給湯とか産業の高低熱の消費割合っていうのはそんなに一気に減るわけではないですから、そんなに減らないところに向けて、この固体のバイオマスっていうのももうこの水準でですね、ずっと将来的にもですね、同じ水準でいくんじゃないかなというのが、まあ、ポイントかなというのがあの、あります。ですからバイオマス資源のところではですね、発電の方もそうなんですけど、これ以上の大幅の増大が見込めないということで、ドイツの熱消費においてまだまだわずかエネルギーシフト 100% を再エネに変えなきゃいけないというような社会であってもですね、熱の消費のところではまだまだわずか 14.5% しかですね、再エネでの熱供給はしてないというのが1点。それからもう一つの1点としましては、ヒートポンプは増えてるんだけど、太陽熱ですね、およびバイオマスについては増える見込みがないというのが2点目という形で、このヒートポンプの部分ですね、あの増やしていかなきゃいけないというのが、まあ、ドイツのですね、課題として非常に大きくクローズアップされていることになります。というのも昔ですね、蓄熱暖房機とかあるいは、深夜電気温水器とかですね、そういった電気を生炊きするもの、あるいは2000年当時にですね、当初出てきたようなヒートポンプの場合というのは、再生可能エネルギーの電気が電力中に低かった時代に、要は原子力発電とか活炭発電とかですね、そういう夜間にそれほど出力を落とせないですね、発電源が、電源構成のうちの割合の大部分を占めている状況の中で電気から熱にするっていうのはそんなに良くないことだというような社会的風潮ですね、学術的な意見というのはあったわけなんですけど、こと2010年以降にですね、再生可能エネルギーの発電割合がどんどん増えてくるような、そういった社会状況になりますと、基本的には電気で熱を起こすっていうのは場合によっては悪くないんじゃないのというような形でですね、許容され始めましたし、ことですね、この2015年とか16年とかそのぐらい以降ではですね、新たにセクターカップリングというような考え方が普及してきまして、電気のところでお話ししてたことなんですけど、再生可能エネルギーの電力で増やすことができるのは太陽光発電と風力発電と、陸上風力とそれから洋上風力の3本だっていうお話したと思うんですけど、この3本って変動性再エネって言って、お天気任せで出力が上がったり下がったりこうグラグラするわけですよね。そのグラグラ分を熱としてうまくカップリングすることで、ヒートポンプの方は熱の方のタンクを少し余裕を持って大きめに作っておけばですね、電気がたくさん電力取引市場に売られて余ってる時にヒートポンプの出力を上げて熱に変えといて、同時に電力が足りませんよ、再エネで発電してませんよという時にヒートポンプを動かさないというようなですね、そういった制御であったら、このヒートポンプ電力で熱を作ることにおいては、COP、APF というふうに言われるですね、電気1に対して得られる熱が3だけではなくてですね、昔は2とかですね、1に対して1っていうプロジェクトもありましたから、何やってるのかよく分かんなかったんですけど、今ではですね、最低限3あるいは4ぐらいをクリアしてきてですね、よくうまく考えられたです
ですね、高温が必要でないようなプロジェクトにおいては、4とか5とかですね、そのぐらい得られるようなことも出てきましたんで、そういった状況であったらですね、OK じゃないのということで、ヒートポンプをですね、推進していきましょう。その推進の仕方というのは、電気の再エネとして、特に太陽光発電の変動、風力発電の変動をですね、取り除くような柔軟性を発揮する用途としてですね、このヒートポンプというのを社会において再定義して活用していきましょうというですね、まあ、ポイントになるのかなというふうに思います。ですので、深夜電力でですね、原発があるから、深夜電力も余ってるからですね、ガンガンお湯を作っといて、それを翌日に使っておきましょうというような考え方ではなくて、太陽光発電とか、そういったものと連携させた形でのうまくいくですね、ヒートポンプの運営というのは重要だよということになってますし、日本ではあまり考えられないかもしれないんですけど、家庭用の電力の系統の場合、もし暖房給湯でヒートポンプ使うっていうことになると、一般の家庭の中の家電機器とかそういったものを動かす電気と、それからそのヒートポンプ用の電気っていうのは別配線、別メーターで来てるんですよね。で、価格も別の形で、提供されてるわけなんですけど、こちらのヒートポンプ用の電力っていうのは、配電網の事業者の都合で、要は配電網が、なんていうんですかね、電力が足りなくて厳しいみたいな状況になってきた時の都合で、大体一般的には1日最大2時間ぐらい止められる可能性があります。要は外部から、電気の供給が止まっちゃうわけですよね。このヒートポンプに対して。それってなかなか日本では考えられないのかなとは思うんですけど、価格が深夜電力と日中電力っていうふうに変わるだけではなくてですね、多くの場合がスマートメーターっていうのを利用して、管理されてまして、まだ価格をですね、電力卸の取引市場とこう比例させたようなモデルっていうのはそれほどないんですけど、一般の電力消費の家庭内の電力消費とヒートポンプの消費っていうのの価格帯っていうのを分けて、しかも契約内容としてはですね、電力の小売事業者、あるいは配電網の運営事業者の都合に応じてですね、2時間、3時間っていうのは、1日のうち止まる可能性もありますよ。要は日中のピークに向けて、そのピーク時間帯にお湯を作るっていうのは、太陽光発電とかで大量にですね、電力が、供給されている状況でなかったら、ありませんよというのような形でのですね、契約になってますので、ここではですね、ある一定量の蓄熱タンクというのを持っておくことが必要ですし、暖房の場合ですね、2時間ぐらい暖房の熱供給がなくても感じられないぐらいのですね、高断熱高気密の建物性能の建物を作っておかないと、日本のようにですね、安物心で軽くてですね、隙間風だらけの建物ですと、まあ日本の多くの家庭、東京であってもですね、2時間暖房をどっかで切れますよって言ったらきついじゃないですかね。ドイツにおいてはですね、基本的に建物の性能しっかりしてますんで、そういったことはありませんから、2時間、3時間ですね、暖房が止まっても気にならない程度ですし、必要最低限の量のですね、給湯用のお湯というのは、タンクにですね、溜めておいて、それでですね、電力供給が止まった時には、クリアするというようなやり方がですね、用いられているというのが、まず1点ですね、熱の方で言えるお話かなというふうに。じゃあ、コツの方、入りますね。コツの方もですね、同じようなストーリーの話になってしまうんですけど、こちらの、まず分子の方ですね、再生可能エネルギーの交通分野で利用されるですね、エネルギー量をどうやって見てるのかといいますと、最終エネルギー消費として、10億キロワットアワー、いわゆるテラワットアワーの、ところでですね、積算してますので、具体的にどうかっていうと、要はね、燃料の消費量に発熱量をぶちかけた、ものが、こちらの方に、積算されているというふうに、持っていただいたらいいと思いますよね。ですので、例えば今一般的になってますけど、5% 程度のですね、バイオ燃料というのはガソリンでもですね、それからディーゼルでも、ガソリンスタンドって給油する段階でもうすでに混ざってますから、5% はですね、の発熱量については、バイオ燃料を利用するという形
になってますし、一部で、割合がですね、じゃあ 5% 以上になってるのはなんでだっていう話なんですけど、農業とか林業とかですね、そういったところではバイオ燃料の方についてある程度の優遇措置ありますから、そういったものでこの割合がですね、5% 以上になってるんですけど、法律上ですね、ガソリンにおいても、および軽油においても、5% というような形で、バイオ燃料の購入量が決められているような状況で、5% を超えるような形で、この数年、2年間、3年間というのは割合が高かった時期あると思うんですけど、この時期は 5% 以上の 10% とか 15% とかですね、そのぐらいの燃料をバイオ燃料でやった場合に、安くなるんですよね。税制上。いわゆる化石燃料税っていうんですかね、それによって優遇措置があって、バイオ燃料の方が化石燃料よりも安かった時期がありましたので、それでですね、この割合っていうのは増やしていて、特にこの、純粋な植物油でですね、運転するようなトラクターであるとか、トラックであるとかっていうのがある程度あったんですけど、その優遇措置がなくなってしまったので、基本的には今現在ですね、ガソリンに混ぜられるものと、軽油に混ぜられるものと、それからガソリンに混ぜられるもの、それの2つという形でバイオ燃料ですね、バイオディーゼルとバイオエタノールですね、そちらの方の、分母は最終エネルギー消費で交通分野で、これですね、すべて合わせるので、航空も船舶もトラックも、産業のトラックも、それからトラクターとか、同時に乗用車もですね、すべて含んだところが分母になってまして、分子の方のですね、バイオ燃料については、こういった形でですね、緑色がバイオディーゼル、この薄緑といったらいいんですかね、そちらの方がバイオエタノールというような形の、状況になってます。で、割合を見るとですね、5.6% ということなんですけど、この 5% 程度に止まっている理由というのはですね、燃料に混ぜられる量自体がですね、もうすでに決まってまして、その量以上ですね、割合として使われることがなくなってしまっているからだというような話をしました。そうは言っても、ここ最近ですね、2015年から 5.2% だったものが、じわじわとですね、こう割合を上げてきているっていうのはお分かりですかね。ですんで、これなんでこうじわじわ上がってるのかなというのを見ると、バイオ燃料自体はずっと同じような横ばいにもかかわらず、逆に昔と比べると減って横ばいになったにもかかわらず、上の部分ですね、この水色の部分が増えてるんですよ。この水色の部分何かっていうと、電力です。いわゆる電気自動車、および、鉄道とかトラムですね、そういったところで、電力の消費もキロワットアワー、エネルギーの方で、燃料の場合は何リットル灯油とか、灯油じゃなくてガソリンとか軽油が消費されて、それに発熱量をかけてキロワットアワーに変えてるんですけど、電力の方もキロワットアワーで消費されてる部分が分母にあると思うんですけど、その電力中に含まれる再生可能エネルギーの割合も多くなってきてるので、その再生可能エネルギーとして消費された分っていうのが、この薄い水色になってる。ですので、分母の方にも分子の方にも、電気というのは交通部門で燃料だけではなくてですね、軽油とですね、それからガソリンだけではなくて、ここではですね、重要なのは電気も入ってるっていうのが一つ、分母の方にですね、だから分母の方の電気もダブルカウントされてるわけですよ。一般の電力消費の方と交通分野の電力消費の方で、国内総トータルの電力消費の中に交通の部門で電力消費もされてるんですけど、それ取り除いてないですから、そちらの方の電力の消費と、それからこっちの方の交通の部門で行ってるところの鉄道とかトラムとか、それから電気自動車で消費される電力量っていうのも、ダブルカウントされてるんですけど、それと同じようにこちらの分子の方の再生可能エネルギーとしてのですね、電力として、使われている部分の割合というのが、まあそれほど昔は多くなかったんですけど、割合としてですね、ここ最近急激にですね、増えてきているのがお分かりになると思います。まあこれはですね、増えている要因としましては、ドイツ鉄道とかそういったところは、往々にしてですね、電力中の再生可能エネルギーを集めてですね、鉄道を動かすのに再生可能エネルギーの割合高いものを使ってるっていうのもあるんでしょうけど、同時にですね、すごく割合として大きいのは、
ですね、これだけここ最近ですね、1、2、3、4、5年とですね、連続して増加している、まあ、最大の要因としましては、やはり電気自動車の推進というのがですね、大きくあるのかなというふうに思ってます。ですので、こちらの電気自動車の推進というところでもですね、バッテリーという柔軟性を発揮できるようなですね、そういった機材を使ってますので、再生可能エネルギーの電力の割合が増えて、しかもその電力の割合、今後も増やしていくためには、太陽光と風力発電という変動性の再生可能エネルギーしかなくて、同時にですね、その変動性の再生可能エネルギーが増えたら、何らかの形で柔軟的なですね、運用をしなきゃいけないところに向けて、一部では熱の部門でヒートポンプ、一部では交通の部門で電気自動車というような形で、受け持ってやろうということで、交通のセクターと熱のセクターと電力のセクターをカップリングさせていろいろやっていきましょうよというような形で、ドイツの政策が進んでいるのがお分かりになるかと思います。それによってですね、もうこれバイオマス燃やしてるだけじゃ、バイオガスもですね、熱消費のところも、それから交通消費のところも、割合としては上がりようがないんですよね、基本的に。ドイツってスウェーデンみたいに人口少なくて面積がポカンって大きいわけではないので、ある程度の人口密度でですね、人が住んでて、で、それなりにですね、工業生産やってまして、エネルギーの消費量っていうのは大きいわけですから、それを賄うために、ドイツの国土面積の中だけでですね、バイオマスやってても、頭打ちの状況に来てしまってるんで、それを解決する手法として、本来は一方では太陽熱温水器っていうのがあるんでしょうけど、それ以外のところの解決策としましては、ヒートポンプ、電力利用ですね、それから交通の部分では電気自動車というところで、こちらの方のですね、上昇カーブが、に、なんていうんですかね、加速がこうついてこないとですね、電力だけ、頑張ってもですね、電力は頑張ってるんですけど、電力だけこういう形で引き上げてもですね、熱と交通の部門が追いついていかないというのが、非常に大きな問題かなというふうに思います。ということで、最後2枚のスライドになりましたけど、一つはですね、ドイツ全体のグロスの、最終エネルギー消費量に対して、EU のですね、指令で決められてるですね、計算方式と、それから目標値というのがあるんですけど、熱も交通も、それから、産業も電気もですね、何もかも含めた社会全体の最終エネルギー消費におけるですね、再生可能エネルギーで供給する割合自体の目標値が2020年に 18% ということが決められてますので、それをクリアするためには、今現在2019年で 17.1% ということでしたから、この割合をですね、あと1年で 1% 増やす必要がありますというのが、EU の方のですね、規定の中で言われていること、ことになります。ただし、今年ですね、効果不効果、新型コロナウイルスというのの蔓延によって、GDP もですね、かなり下がるというようなことなんでしょうけど、エネルギーの消費量も下がりますから、このエネルギーの消費量が下がったことによって、再燃の発電量はそのままですので、歴史的なですね、割合として、今現在もこの4月とかも再生可能エネルギーの発電割合って6割とかになってるんですよね。同時にですね、社会全体でも非常に、電力に引っ張られて上がってるはずですから、こちらの 18% の達成というのは、なし崩し的にできてしまうっていうのもあるんでしょうし、一番最後のグラフになりますけど、一番最後のグラフですね、違うところの出典のグラフを持ってきました。同じですね、これ出典のところ見ていただくと、連邦環境省というところが出してるんですけど、これ速報値としてですね、CO2 の排出量というのが2019年どうでしたかっていうのが出てきましたので、その速報値を見てみますと、1990年を基準年度として、この時ね、CO2 換算で、温室効果ガスの排出量が100万トンでこれ出してる数字なんですけど、100万、1000万、1億、10億か。12億トンあったわけですよね。12億トンあったものが、ずっと減りまして、今現在ですね、8億トンになりましたという形が、2019年の現状になっております。で、これ8億トンですね、去年まで 8.5 億トンもあったのに、なんで急にいきなりですね、0.5 億トンも減らすことができたのか。
ということを言えばですね、CO2 取引証書のですね、価格が、ようやく上がりまして、CO2 取引の価格が上がったことによって、火炭発電と石炭発電の割合が非常に一気に1年間減りましたので、その減ったことによる恩恵で、この 0.5 億トンですね、減らすことができたというのが、去年1年間、2019年のですね、大きなトピックスじゃないかと思うんですけど、同時にですね、あと 0.5 億トン減らさないと、2020年にですね、これに対するマイナス 40% っていう目標値が達成できないというふうにして言われてたんですけど、神風って吹きましたよね。神風と言ったらいいのかどうかわからないんですけど、まあ今年ですね、エネルギーの消費量自体が、削減され、その削減された分というのは再生可能エネルギーではなくて、基本的には化石燃料のですね、消費量自体が、減らされたということがありますので、もうこの2020年の 7.5 億トンというのは、達成がですね、確実視されているところであります。もちろん、下半期にですね、何があるのかわからないんでしょうけど、ただ、飛行機の旅行もほぼほぼもうなくなってるわけですし、産業も自動車産業もですね、1ヶ月とか工場を止めてですね、今年の売り上げは散々だみたいなことをもうすでにぼやいてるわけですから、この達成はですね、確実じゃないかと思うんですが、問題はですね、これ2030年にですね、まだ 5.5 億トンとかですね、2040年に3億トン、それから2050年には基本的に、CO2 ニュートラルになるですね、社会を実現しなければいけないというのは今現在ドイツが採択しようとしているですね、エネルギーシフトのプランになりますので、このプランの通りですね、行うためには、これほんの少し残ってるのは基本的にエネルギー用途ではなくて、化学とかですね、そういったところから出てしまう、あるいは農業から出てしまうですね、温室効果ガスの方ですけど、この残りのですね、まあ、5% ぐらいの温室効果ガスは空中からですね、CO2 を吸着することによって取り切らないことにはニュートラルになりませんので、これもこれでハードルが高いなと思うんですけど、7.5 億トンからですね、いかに5億トン、6億トン、5億トン、3億トンですね、それから0億トンといったらいいですかね、まあ1億トンとかですね、そのぐらいの水準まで減らしていくのかというのに、まだまだですね、不透明なところありますし、今後も CO2 のですね、排出量を削減するためにエネルギーシフトですね、どんどん進めていかなきゃいけないのが現状かなというふうに思います。ということで、まあ2回にわたってですね、40分40分ということで1時間半ぐらいの講義をしましたけど、こんな形でですね、ドイツのエネルギーシフトの現状については、今大まかにですね、進めてきたんじゃないかと思います。もしまあ評価が良かったらですね、こういったウェビナー方式で動画アップしていってもいいかなと思いますし、まあ従来のようにですね、僕が15分ぐらいの細かい枠でですね、お話しして、カメラの前でですね、お話しするというような形でもいいと思うんですけど、もし興味があったらですね、ぜひチャンネル登録していただいて、評価のボタンですね、いいねのボタンですね、もしよかったら押していただけると幸いに思います。ということで、今日ですね、ドイツのエネルギーシフトの現状についてのお話を皆さんにしました。どうもご清聴ありがとうございます。それじゃあね、また。